レイヤーとは、グラフィックソフトウェアなどに搭載されている画像をセルガのように重ねて使うことができる機能のことである。レイヤーとも呼ばれる。日本語ではそう、重ね合わせの意味である。アドビフォトショップやペインターなどの商用ソフトだけではなく、フリーのグラフィックソフトウェアにも搭載されているものがある。例えば、今2枚のガラスがあったとして、1枚目に、あ、2枚目に、糸描いたとしよう。 この、あと描かれたガラスの上のちょうど良い位置に、いと描かれたガラスを置けば、あいという文字列が完成する。この時のそれぞれのガラスがレイヤーである。この時、1枚目のみに、あいと描いた場合、例えば、あを大きく描きたい、いをもっと右に移動したいといった場合に、各文字を消さなければならない。しかし、レイヤーを使えば、それぞれあレイヤーを拡大するだけ。 レイヤーを右に移動するだけで済むこのような単純な例ではレイヤーを使うことにより受けられる音恵は比較的小さいが複数枚の写真をレイヤーとして重ねるような場合においてはそれぞれのレイヤーを個別に編集可能であることが大きな意味を持つようになる。レイヤーは使う枚数の分だけ余計にメモリを消費するので枚数が極端に多くなるとメモリ不足を招くことがある。 不透明度は、レイヤーごとに数値を設定する。通常は100%で、これを0%に近づけるほど設定レイヤーが透明に近づく。0%で全く見えなくなる。マスクは、レイヤーごとに、モノクロ画像を設定し、レイヤーの一部を隠すことができる。アルファチャンネルの一種だが、レイヤー自体のアルファチャンネルとは、別個に設定できる。 ラスタイメージのラスタマスクとベクタイメージのベクタマスクがあり、ソフトによっては共に備える。描画モードは、レイヤーごとにいずれかから選択する。ピクセルを合成する際に演算方法を変更するもの。乗算、スクリーン、オーバーレイなどの他に、ソフトウェアごとに特有のモードが存在する。不透明度と組み合わせることによって様々な効果を出すことができる。 それぞれのモードには暗くなる黒と組み合わせると影のような色を表現できるといったような特色があるがモードを使いこなすには若干の慣れが必要である基本的な描画モードには以下のようなものがある名称はソフトによって異なるものもあるがフォトショップ日本語版と英語版の名称を最初に記しした数式は C 言語風疑似コードで X が元画像の Y が合成するレイヤーの RGB それぞれの値を表す。ありがとうございます。